さても口惜しきことかな。ナイフをこそ隠しようと思いしに。皆さんこんにちは、小道寺とアシスタントの室伏です。今回は表裏卑怯のもので知られる真田昌幸について10分で解説します。昌幸が当主となった真田家は付近の大大名から再三の攻撃にさらされるも、巧みな外交や見事な戦術を用いて何度も撃退したことで有名です。どんな風に格上と戦い続けたんだろうね。この辺りの話も含めてエピソードとともに彼の軌跡に迫ってみましょう。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章、真田昌幸の生い立ち。天文16年1547年、真田幸高の三男として信濃で誕生したとされます。徳川家康と年が近いんだね。昌幸は三男であったため家督継承権はなく、7歳で甲斐へ入り武田家の人質となります。ですが昌幸は幼少期より才気の片鱗を見せていたとされ、その姿が武田信玄の目に留まり奥金獣衆に抜擢されます。そんな昌幸のエピソードとして、ある時信玄の家臣の間で内輪揉めが起き、昌幸の同僚が亡き者にされてしまいます。犯人はこの後に逃亡し、激怒した信玄は犯人の行方を追うべく浪人衆の村井久之丞と荒川新之丞に上意討ちを命じます。首尾よく二人は犯人を討ち果たして、その首を持ち帰ったそう。夏の暑さで腐敗した首は本人のものであるか判別できませんでしたが、長身の仇討ちがなったことに信玄は喜び、二人に知行地を与えると言い出します。これに声を上げたのが昌幸でした。ここで登場だね。上位を果たしたと風潮している二人は親友をならぬ。なぜなら信玄公に好かれている人間に取り入り、戸様衆には冷淡な態度をとる。褒章を与えられた人物を敬うが、信玄に遠ざけられると今度は態度を豹変させる。そんな人物のことを信頼しても良いものかと言ったとか。その後に起きた川中島の戦いで上杉謙信の軍勢から犯人が現れて名乗りを上げると、二人の不正が発覚し夜逃げしたとされます。昌幸は人を見る目があったんだね。後に信玄からわしの両眼と称された男にも初陣の時が迫っていました。第2章、表裏卑怯の者、昌幸の躍進。彼の初陣は永禄4年1561年の第4次川中島の戦いで足軽大将として参陣したとされています。資料は少ないものの、昌幸は15歳であったためこの前後ではないかと考えられています。またこの頃には武藤家の養子に出されており、武藤喜兵衛と名乗るようになりました。優秀であったけど家督を継げない昌幸に信玄の手配をしたんだね。その後は信玄の下で各地を転戦したり、外交の使者や内政に携わっていましたが、信玄の駿河侵攻でもその力を発揮します。元亀元年1570年に武田軍が伊豆に侵攻した時、北条氏政が援軍の指揮を取り三島に着陣したため、信玄は決戦を主張したとか。これに対して状況をしかと見るべきと唱えた馬場信春に、わしの両眼のごとき者たちを派遣しておると信玄は答え、諸将がいぶかしんでいると、間もなく曽根正忠と昌幸が帰還して、その両名が両眼であることが分かったと伝わっています。信玄にこれだけの評価をされていたんだね。その信玄亡き後は息子の勝頼に仕えるのですが、ここで昌幸を悲運が襲います。天正3年1575年に起きた長篠の戦いです。この戦で多くの武田重臣を失ったことは周知のことですが、真田家も兄二人を失ってしまったのです。これによって後継者が不在となった真田家に昌幸が戻り、真田昌幸となって家督を継承しました。兄たちが亡くなったことで昌幸が家督を継承したんだね。当主となった昌幸でしたが、上杉家との外交交渉は任されず、沼田城の攻略を担当し見事落城させたと伝わっています。ですが現状は芳しくありません。織田家の公衆征伐によって武田家は風前の灯火となり、再起を図るべく勝頼を岩櫃城へ迎えようとするものの、勝頼はこれを拒否し、岩殿城へ向かう途中でこの世を去ります。岩櫃城に向かっていれば違う未来が待っていたかもね。
こうして後ろ盾を失った正幸は織田家に侵入するのですが、わずか3ヶ月後には本能寺の変によって織田家が瓦解、支配の揺らいだ甲斐、信濃をめぐって騒乱に巻き込まれます。天正神武の乱です。当初は織田家に従っていた正幸ですが、滝川一益が逃亡すると沼田城を占拠し、上野の守備を固めます。織田家の影響力が落ちていることを察知した正幸はすぐに上杉方へ味方するものの、北条軍が迫り勝ち目が薄いと感じた途端に北条方へ寝返り、上杉軍と対峙します。越後で起きた謀反に対処するために撤退する上杉軍を横目に、なんとか乗り切ったと思ったのもつかの間、今度は家康がこの争いに手を伸ばしてきます。そう、今度は北条を見限り徳川に味方するのです。これに怒りをあらわにした北条軍に沼田城を攻められますが、なんとか打ち破り事なきを得ます。さて、この争いも終結かとはなりません。なんと家康が北条家と和睦する条件として沼田の割譲を挙げたのです。これには正幸も激怒、再び上杉へ寝返り対決の構えを見せます。変わり身が早いね。こんなにコロコロ寝返っても許される正幸は、神殿時代に磨かれた外交術が輝いたんじゃないかな。終わりに軍を割いている家康の隙を狙い、信濃の国衆を調略していた正幸でしたが、そこに待ったがかかります。秀吉と和平した家康が大軍で攻め寄せてきました。第一次上田城の戦いです。真田軍2000に対し徳川軍8000と圧倒的不利を背負いましたが、巧みな傭兵を駆使し徳川軍を打ち破り、1000以上の敵兵を討ち取ったとも伝わっています。真田軍の被害は50にも満たなかったともされるね。この戦で名声を高めた正幸は、後に本多忠勝の娘を子息の信幸にもらい受け婚姻を結びます。この婚姻によって一波乱があるのは後のお話です。第3章、上田城の戦いと正幸の最後。徳川軍を打ち破った正幸は秀吉に従う形で家康と和睦、小田原征伐を経て一時の平穏を享受します。ですがその平穏は長く続きません。秀吉の亡き後に豊臣家中が分裂し、この争いに家康が乗ずることで大戦を引き起こします。関ヶ原の戦いです。西軍と東軍どちらにつくか、正幸は考え抜き一つの結論を出します。真田家を2つに割り、どちらが勝利しても家を残せるよう画策したのです。自身と次男の雪村は西軍へ、徳川と婚姻を結んでいた信幸を東軍へ送り決戦に臨みました。家を残す目的なら優位だけど家族で争うのは悲しいね。家康は軍を二手に分け、別動隊に跡継ぎの秀忠を置いて中山道、つまり真田領へ進攻を開始させます。正幸の居城である上田城で決戦の火蓋が切り落とされました。第二次上田城の戦いです。その数2000に対して徳川軍は3万8000とも伝わっています。そんな兵力差じゃ踏み潰されちゃうよ。最初は正幸も降伏に応じる素振りを見せていたものの、土壇場で意見を変えるなど秀忠を挑発、籠城戦をしながらも奇襲をかけ、少しずつ徳川軍を疲弊させていきました。正幸の狙いは徳川軍を打ち破ることじゃなくて時間を稼ぐことだったんだよね。この結果、圧倒的な兵力差がありながらも上田城の攻略を断念した徳川軍、正幸もしてやったりと思ったことでしょう。ですが本戦では西軍は敗走し、正幸の活躍は実を結びませんでした。戦後は家康から死罪を言い渡されるものの、信幸や忠勝の除名嘆願もあり、高野山への蟄居で許されます。その後は酒をたしなみ、ひっそりとこの世を去ることとなるのです。享年65歳、天下人を苦しめた正幸の最後でした。大阪の陣まで来ていたら未来が変わっていたかもね。いかがだったでしょうか。面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエストやコメントもお待ちしております。